皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょう。万歳大家のチャンネルにようこそ。今日の動画はバンコクハイカスパグルメミシュランビブグルマンのお店でいただくその15点目、長旅から帰ってきたお知り合いをファランポン駅で待ち合わせて、ミシュランビブグルマン認定店のリムラオ号でバミーナームを味わってみたです。自宅を出ればもうそこは激安グルメの宝庫。こんにちは、万歳大家です。今回は久しぶりにバンコクのお得なミシュランビブグルマン認定店をご紹介します。登場するお店リムラオ号は、特徴のある中華麺の美味しいタイそばの店です。場所はヤワラート通り沿いのチャオプラヤ川方向に並行して伸びるソムワット通り沿いで、夜になると障子の入り口にテーブルを並べて路上がそのままお店になる典型的なタイの屋台です。たくさんいるお客さんの間を縫って上手にテーブルを確保し、特徴のある中華麺とスープを味わってみました。今回はファランポン駅でお知り合いと合流した様子や、2人で初めて訪れてみたこれぞタイの屋台と言えるような名店の雰囲気をご覧ください。はい、皆さんこんにちは。今は、ファランポン駅に来ています。夜の6時ちょっと前です。今から、ファランポン駅を出発して、またまたヤワラーの、激安グルメ夜の部、さてどういったお店にたどり着くでしょうか。お楽しみにです。OK。ちょうど午後6時になってタイの国歌の演奏が始まりました。直立不動しています。万歳大家です。はい、終わりました。コード開始です。チェンマイ発のバンコク着が今到着したみたいですね。実はですね、この列車に、ピチットだったかな、ウタラディットだったかなに行ってた、あのご存知ターレクさんがね、バイクを積んで、それで今日家に帰ってきたとね、そういうことになってます。この列車だと思います。それでこの列車にね、こういったね、普通の客車っていうんですかね、こういったところにねバイク乗せて、それで、こっちまで、バンコクまで帰ってくるっていう。あれ、ランチャイって書いてあるね。これ県内じゃないかもしれない。はい、無事合流しました。到着時間6時ぴったりっていうか、6時ちょっと前にね到着してるというね、めちゃくちゃ、時間に正確というかね、普通はね2時間遅れとかね、なかなか素晴らしい、日本の JR 並みの時間の正確さ。変わりましたね、タイの国鉄。それじゃあこれからね、ヤワラの店に移動したいと思います。はい、到着しました。このお店だと思います。もうすでにねお客さんでいっぱい。あ、ここですね、リムラオ号っていうお店ですよ。はい、ミシュランワッペンが3000と輝いてます。あそこがスイーツコーナー で、ここがムーサテのお店で、
で、この手前のこれがスープ屋さんで、あのリムラオゴって書いてあるあの店は、リムラオゴって書いてあるこの店は、そば、タイそば専門みたいです。はい、ミシュランビブグルマンの、バミーナムが来ました。なんか一見見た目は普通の感じです。それではスープのお味に行きます。わー、麺固まってる。これは一杯60バーツだったかな。いただきます。やっぱ味の素味だね。美味しいけど。ちょっとこの麺が、ね、特徴があるんですか。ちょっとね、平打ちっぽい薄っぺらめの、ね、麺です。中華麺です。それがちょっと特徴かな。もうすでにね、お客さんでいっぱい。あ、ここですね。リムラオゴっていうお店です。はい、ミシュランワッペンが3000と輝いてます。うつろなめにゃーぐっちゃん。具合悪いのかな。いやいやいや、そこ寝てればいいよ、寝てればいい。あら、起きちゃったのね。と言いながらいつも起こしてるね。うん、なんか元気ねえな。うん、にゃーにゃー。はい、ドローンしちゃった。ドローン、ドローン。なんか元気なさそうだな。おお、元気ないの。なんかご飯食べてるんだけど。